FP2 級試験対策講座 e-learning 用語集。今回は株価純資産倍率 PBR について解説していきます。PBR とは株価が一株あたり純資産の何倍まで買われているかを示す指標になります。この PBR が1倍以下の会社は割安と判断されます。PBR の式ですけども、株価割る一株あたり純資産で求めることができます。下に例がありますので、この数値を当てはめて計算してみましょう。総資産100億円、総負債40億円、発行済み株式数5000万株、株価360円の会社になります。でまず純資産を求めなければいけないんですね。純資産を求めるには、総資産の10億円から総負債の40億円を引いて求めます。なので純資産は60億円になりますね。ちょっと字が汚くて申し訳ないですけども、純資産60億円になります。で今回一株あたりで農純資産で計算しますので、60億円を発行済み株式数5000万株、これで割っていきます。なので60億割る5000万で、一株あたりの純資産120円になります。で株価360円をこの120円で割ってあげると PBR を求めることができます。これ暗算でもできるかと思うんですけども、答えは3倍になりますね。はい、で投資指標の計算というのは毎回必ず出てくるもの、出題されるものですので、繰り返し問題を解くことによって確実に解けるようにしていきましょう。